藤波、ポスティングでメジャーへ。ヤンキースの縦島が似合う出番がな。イラブ、井川に続きか。ボール球でもズドンとなったらストライクがメジャーやからね。投球スタイルが合ってるは合ってる。菊池雄星もそうだったが日本よりもメジャーのスカウトからの方が評価は高いんだよ。メジャー向きだと、なんか通用しそうな気がする。まあ、間違いなく来季は抑えさせられるからな。しかし2022シーズンから言っとけよ、なんか気まずくないんか？岡島の例があるから意外にやるかもわからない。そういえば、岡島は日本より MLB のが合ってたような気もするな。一時期防御率すごいことになってたような。岡島はメジャー行くにあたって新しい変化球覚えてるからな。それで助かったって本人が YouTube で言ってたぞ。めっちゃ魂を感じる。沢村でもある程度いけたし、ピッチャーは行ってみたらもしかしたらってのはあるかもな。メンタル弱いのか強いのかわかんねえな。入札あるといいな。頑張れ藤波。毎年のことだけど、なんでシーズン終わるまで格納待てんかな。CS 前にもシリーズ前にも試合ない日がたっぷりあるからそこでいいだろ。メジャーの中継ぎってガバガバやからどっかには入れるで。野茂や石井和久みたいな暴投持ちでもなんとかなるのはみんな知ってるがメンタルだよな。そういう山田大谷と同い年か。トレードで他球団じゃなくメジャーか。今年行くのは、千賀山崎今永藤波。どっか手を挙げる球団あるか？マリナーズ？中継ぎなら使えるやろ。球速いのは魅力だよ。このまま阪神にいても困る指定力を追い出せるね。斉藤隆や岡島秀樹みたく、日本で微妙レベルな成績になってた人があっちのスタイルにハマって大化けする例もあるにはあったが、いやはや、意外とボールも合うかもしれん。濃厚になったダルタイプだからな。若干大きい球がフィットすれば1年目で2桁あるで。大谷やダルと同じく高身長で指が長いから意外とメジャー向きだったりしてな。ポテンシャルだけはすごいからな。サイズあってフォーシームも100マイル。真面目に練習すやメジャーでもやれる素質はある。ポテンシャルは本物だからな。藤波ならヤンキース行ってほしい。化けるポテンシャルはあるな。今年の最速157キロ平均で154キロくらいだよ。速度もあっちじゃ波の投手。逆にすごくね。この水準クリアしている日本の投手ほぼいないし、マックス154以下の投手だらけやで。藤波は実寸2メートル超えで6に練習もしていないのに100マイルのフォーシーム投げる逸材。才能だけなら宝石だよ。向こうは高身長な投手の指導法ノウハウがあるだろうから。もしかしたらランディ・ジョンソン曲線をかけるかもしれない。藤波慎太郎のメジャーリーグで投げる姿を藤波慎太郎が高校野球甲子園大会を優勝した後から見たかったので実現してほしいな。大阪桐蔭の強すぎる野球は好きじゃないが大阪桐蔭のピッチャー自体には頑張れ思う自分がいる。藤波頑張れ。